9割これギアだけでこんなに変わりますよっていう、ね、タプーラのスピニングっていうのはあの LT のやつ、フリーマスとかカルビアとかいっぱい今年出てますけども、どこら辺で違いっていうか、値段も結構似ているし重さも大体似ているし、どこら辺でみんな選ぶようになってくる、まあまあ、一番困る質問です。それはカルディアとタトゥーラは、はいはい、まあ、どっこいどっこいじゃないの。まあそうですね、材料とカーボン系の違いがあるっていうのが、まあ、見た目もそうだし、はい、シックな黒いやつがいいのか、はい、シルバー系がいいのか、はい、これはここでもイグジストは圧倒的だと思ってくれる。イグジストはもうちょっと別格だなって、もうそれは比べるものではないっていうふうに思ってくれる。兄弟ではないんですけど、このやっぱカルディアフリームとタトゥーラのバスブランディングみたいなイメージ、ね、バスっていうかスピニングの最高峰だと思ってくれる。巻かずに握ってみて、こういうふうにここら辺がその大きさね。ティーリズは出たばっかりだから、さすがにいきなりデザインは変わらないですよね、多分来年とかは。まあこれですか、 LT コンセプト今年から出て、はい、ティーズは去年ぐらい出てるから、さすがにしばらくこれはこれで、はいはい、何回も。関東のライトリグとかで使うんだと、どの番手が一番おすすめとかって、2500の LT、はい、これが一番おすすめですね、はい、こんなにいる巻き用のリーグって滑らかさが出たから、もう日本人のこれ今までの2500、はい、そして LT コンセプトの2500、はい、左利きじゃない限りは右利きじゃないですか、2000番、はい、やってもらってるんでしょ。大きく使い分けたら、左、まあ、4ポンドから上のちょっと重たいやつは2500、はい、重たいものというか、まあ、今までのライトリグ、はい、16分の1のネコリグとか、はい、あの辺はまあこういう2500、はい、スモールラバージグとか、まあ、ラインでいうところの3ポンド4ポンドあたりが、はい、使いやすいのが LT コンセプトの2500、 LT の2500、はい、でさらに小さいものとか細いラインとか使うんだったら、スモールマウスとか日本のとか、スモールマウスだったらこの2つ、あ、どっちも、はい、使います。この2つを使います。はいはいはい、霞水系だったら、ま、重さもこういうこの2つ、ま、重さも大きさも、はい、で琵琶湖とかになってきたら、はい、まあ、これメインでたまにポイント薄っぺらいでしょ。あー、なるほどな。いや、まあそうだよ、5ポンドにこれでもまあいいんですけど、5ポンドぐらいだったら今までは2500万とかやりやすいもん。ヤシさんもこれかっこいいな、マークも。ありがとうございます。いや、あるよ。まあ、リザーバーとか、まあ、カットはもう間違いなく、はい、本当に2500万の LT シリーズが、はい、ベーシック、何でも使いやすいかなとは思います、はい、例えばパワーフィネスとか、はい、そういうふうになってきたら、今までの2500万のやつを使ったフロークのセルテとかね、あれくらいしっかりしてるやつ、あ、やっぱ P ラインでちょっとガチムチな釣りやる場合はセルテートの選択肢に入ってくる、入ってきます、はい、はいはいはい、あー、そっかそっかそっか、このさまた新しいのいっぱい出たから一瞬セルテートを忘れかけてたけど、そこで輝くわけですね。そう、やっぱ得意不得意があると思うんで、はい、いいなぁ、はい、ね、あ、でもまだ5月ぐらいなんですね。あ、そうですね、僕も今これ見て、あ、5月なんだって、価格がでもやっぱ2万2700円だから、これは買いやすいと思いますよ。店頭に並ぶと1万8000、まあ、20% 引きとかそれぐらいの場合が多いですからね。毎年ね、時間が12時スタートで3時には戻ってきます。ありがとうございます。